世界で唯一水を循環させて油を洗うという特許技術を用いた水循環式電気フライヤーアクタス。その最大の特徴は油の下に水槽を設置し水を循環させ油を浄化できることです。これにより油が劣化しにくくなるため格段に長持ちするようになり、使用する油の量を2分の1から3分の1程度削減できます。さらに揚げかすや汚れを自動回収するので毎日の油干し作業をする必要がなく、人件費削減も見込めるのです。まずはこの画期的なフライヤーの構造を見ていきましょう。このフライヤーは大きく分けて輸送、ろ過水槽の2つのパーツからできています。輸送の中は3層構造になっており、ヒーターのある上部が料理を行う高温輸送、下部が低温輸送、さらにその下に水槽が設けられています。電源を入れ油の温度が一定温度以上になると水槽の水が循環を始め油の浄化が始まります。水は円を描くように回転し、それにつれ輸送内の油もゆっくりと回転します。水を循環させ油と積極的に干渉させることで油を劣化させる酸化物が水に溶け排出されるのです。これにより油の寿命を飛躍的に長く保てるようになりました。従来のフライヤーと水循環式フライヤーの加熱テストの結果を見ても劣化の違いは一目瞭然です。調理中に出る揚げかすは水循環システムにより低温輸送から水槽へと落下し、さらに水の流れに乗ってろ過水槽へと運ばれます。ろ過水槽の中にはフィルターがあり、揚げかすや汚れを除去、水槽には常にきれいな状態で水を戻します。またろ過水槽には全自動洗浄機能が搭載されています。次に調理の場面での具体的なメリットをご紹介していきましょう。まずは油跳ねが少ないことです。食材に含まれている余分な水分を自動的に水槽へと回収していくため、パチパチとした油跳ねが抑えられます。通常は決して行ってはいけないことですが、試しに170度に熱した輸送の中に水を注いでも、ご覧のように水蒸気爆発は起こりません。同様に氷を輸送に入れてみても水蒸気爆発が起こることなく、このように氷が輸送からゆっくりと水槽に向かって溶け落ちていくのがわかります。つまり冷凍のまま食材を調理しても油跳ねを抑えて安全に調理ができるのです。続いてのメリットは揚げかすの処理が簡単なことです。それを示すために輸送にたっぷりのパン粉を投入してみます。水循環システムによりパン粉が輸送にいつまでもとどまることなく水槽に落ちていきます。投入から10分後には 99% のパン粉が輸送からなくなっています。そして水槽に落ちてきたパン粉はろ過水槽へと回収され、ろ過水槽からは決められた時間ごとに水が外部へと自動で排出されていきます。排出された揚げかすや汚れは自動的に機械下部のかす受けトレイに溜まっていく仕組みなのです。続いてのメリットは油煙・油臭がほとんど発生しないことです。食材に含まれている余分な水分や油煙の原因となる揚げかすを自動的に水槽へと回収していく構造のため、油の劣化が少なく油煙の発生を大幅に抑えられるので作業の安全性が高まります。
また油の酸化・酸排臭・粘度上昇が抑えられるので、カラッと美味しい揚げ物ができます。そして従来のフライヤーに比べて、調理の時だけでなくメンテナンスをする時にも多くのメリットがあります。まず輸送内の油の抜き方は、油排出ホースの栓を外し、油排出コックを開くだけ。ご覧のように簡単に油が抜けていきます。輸送の水も輸送ドレインコックを開けるだけで簡単に抜くことができます。また清掃手順もとても簡単です。フル洗浄と簡易洗浄の2段階のモードから選びます。あとは自動で輸送・配管内部が清掃されていきます。フルモードでの運転ではおよそ30分をかけお湯で洗浄を行い、その後10分間水だけですすぎを行います。水と油の輸送への入れ方もとても簡単です。給水はボタン操作だけで自動で完了します。油は水が注がれた輸送の水面にゆっくりと注ぐだけです。また調理をより簡単に効率的に行うための機能もあります。まずはメモリー機能です。調理温度・調理時間の組み合わせを6種類も登録可能です。続いてはエコモードです。調理の空き時間にエコモードに変更することにより、電力と水を節約することができます。またオプションでオートリフターも搭載できます。これを搭載することにより、揚げている待ち時間に他の作業ができ、作業効率がアップします。さまざまな画期的な機能を備えた水循環式電気フライヤー、実際に導入した際のコストパフォーマンスはどれくらいなのでしょうか。従来の輸送のみのフライヤーと比べ、油が長持ちするので年間およそ20万円油のコスト削減が見込めます。また毎日の揚げカスを取る作業はほとんど必要なく、カス受けトレイのカスを除去するのみで済みます。そのため輸送内の清掃がとても楽になり、年間でおよそ21万円程度の人件費削減が見込めるのです。簡単で便利、コスト面・安全面でも多くのメリットを持った画期的な水循環式電気フライヤー、アクタス、ぜひご検討ください。